チキショウ、あの野郎体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。一分間ぐらい気をためねえとブグには勝てねえ。一分間だな。一分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。一分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉。孫悟空最後の一撃。天下、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。言えちまうんだ。この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし、行くか。たあ、おブーは消せねえ。ブー、黙って見てたらいい気になりよって。この全世界格闘技チャンピオンのミスターサタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。ガーッ、うん、あ、ごはははおっ、あ、うん、
いぶぶどうしたことじゃ、こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブーしゃー、カカロット、今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。そんな。バカ野郎。貴様気をためるどころか、普通に戻っちまいやがって。ちくしょう。死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱ死んだまみでスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。まいったな。さすがにまいった。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。聞こえるか、この俺の声が。聞こえたら返事をしやがれ。え、ああ聞こえとるが。よし、じゃあ今すぐ復活したナメック星に行ってドラゴンボールをかき集めてこい。あの一体どう。ガタガタ言わずにさっさとしろ。間に合わなくなるぞ。わかりました。ベジータどうすんだよ。まだ早いぜ、ドラゴンボールを使うわ。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。さあな、何度ぐらいだったかな。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。デンデ、待っておったぞ。え、これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな事情はすべてわかっております。さあ急ぎましょう。ありがとう。ベジータさん、ドラゴンボールはもう7個全部集まってます。そうか。早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次に、あの天下一武道会のあった日から死んだもの全てを、極悪人を除いて生き返らせてほしいこと。この2つだ。今すぐですか。あの3つ目の願いは。さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、2つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか。バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それに、それでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。
構考えてんだな。ダメだ。このボルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ何人でも大丈夫だそうです。よかった。さあ始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー。さあ願いを言うがいい。どんな願いも3つだけ叶えてやろう。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。一つ目の願いは叶えた。やった。さあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだかデンデ。まだ願いは叶わんのか。うるさいの。そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き切ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてっぞ。あら？俺ってブーに殺されなかったっけ？あれ？何がどうなっちゃったんだろう。なんだ、分かったぞ。ご飯やゴテンクスを生き切らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない。ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか。地球の連中全員に話がしたい。なんとかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ。この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。
俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家全て元通りのはずだ。だがこいつは決して夢なんかじゃないぞ。今あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、な、オラに元気を可能な限り分けてくれ、頼む。そうか、元気玉だ。わかったよ、パパ。ベジータめ、らしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、うお、来た来た、いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ、本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー、くそ、まずいぞ、デブの方はもう死にかけだ。ちくしょう、何しやがる。やめろ、このくそったれめ、気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。急げカカロット。時間を稼ぐったって、おめえは生き返っただけで気はまだ十分じゃねえじゃねえか。そんな悪は持ちこたえられんぞ。せや、やめるな。はっ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 せや、やるな。はっ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 。うん、声は。うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。
魔人ブート、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれねえんだよ。早くしてくれ、みんな。地球も宇宙もどうなってもいいのか、バカ野郎。なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるって、ミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。電気玉をぶつける隙を作らねえと。この野郎なんて強さだ、本当にすげえやつだ。あげー！
わけじゃねえが、ここでオラにやられちまったか。みんなおしめだ。つもりだ。最後の願いは必要ないのか。そうだ、フォルンガさん、悟空って人の体力を元に戻してあげることってできる？可能だ。よかった。すぐにお願いします。ブピリッとパロー。もうダメだ。悟空さん、三つ目の願いで悟空さんの気が元に戻ったでしょ。ドラゴンバレー。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して。待ってかんな。俺ももっともっと腕上げて。またな。お母さん、カカロット、父さん、ショーン、いっけやれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。
諸君、格闘技世界チャンピオンのミスター・サタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ。デンデ、なんだと、貴様正気か。まあ、いいじゃねえかベジータ。この二人がいなきゃオラたちみんなやられたぜ。だろ？勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう、本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが。随分留守にしちまって悪かったな、みんな。俺は海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯とコテンと家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール。それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でも
きっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。Shout out!